はい、あなた誰ですか？新井桃、香川県のアイドル、ココレコルの新井桃です。はい、香川の一番好きなところ何ですか？香川の好きなところ、はい、うどん屋さんにはよく行きます。お、じゃあうどん普段自分でどう食べてるか。エアうどん、3秒前、3、2、1、結構食べますよ。はい、わかりました。じゃあ美人二重瞑想いきますが、はい、準備できましたか？はい、はい、じゃあいきましょう。1個目、はい、はい、2個目、はい。お、これはどうですか？これ覗いてます。あ、じゃあちょっと覗いて一回ちょっと止まってもらっていいですか？はい、そのまま止まってください。はい、何覗いてるんですか？穴から覗いてます。はい、いたずらっぽいのね。はい、3個目、はい、はい、このまま止まってください。これ何の顔ですか？怒ってる顔です。はい、何に対して怒ってるんですか？テレビがつかない時。はい、よくあるんですか？あの、なんかたまに、あの、なんだっけ、台風じゃなくて、なんか砂ですね、はい、砂った時にイラッときます。はい、5個目、はい。何ですか？考え中です。何考えてるんですか？今日は何時に帰るのかなって考えてます。はい、6つ目、はい。じゃあどうしようかな。じゃあ真顔。はい、7個目、温泉入った時の。温泉入っていい湯だな。はい、7つ目、はい。じゃあ手なしでいきましょう。はい、はい、8個目、なし。中、でこれ得意じゃないんですよ。はい、じゃあ中、中で止めてください。はい。はい、中。はい、じゃあ9個目、じゃあ背高い先輩にお値段に注意してください。はい、9個目、はい。これ投げキスですね。あ、はい。じゃあ無理やり頑張ってください。はい。なるほど。ジャンプしたのね。はい。はい、ジャンピングキスですね。はい、11個目。はい。喜怒哀楽いきましょうか。喜怒哀楽って何ですか？喜は喜び。はい、最近喜んだことありますか？最近喜んだこと、なんだろう、喜んだこと。はい、次行きましょう。喜怒哀楽のど、怒り。最近怒ったことは？最近怒ったことは、何があるっけ、怒ったの？怒らない子なのね。なんか怒ったことある？優しい子なのね。じゃあ喜怒哀楽の愛、悲しい。最近悲しいことありました？悲しいこと、悲しいことなかったです。じゃあ喜怒哀楽の楽、楽しい。楽しい、はい、何してる時が一番楽しいですか？ホテルで遊んでる時が楽しいです。はい、何して遊ぶんですか？何が楽しい、喋ってる時とか、なんかベッドの上でジャンプしたりするのが楽しいです。はい、あと10個なんで自己紹介お願いします。はい、ココレコル、はい、ココレコルの台湾スマイル、中学1年生13歳の桃です。よろしくお願いします。はい、じゃあ得意な歌歌ってください。西野カナが、はい、どうぞ。ねだりねだり、またテレビつけたままで、すやすや、どんな夢見てるの。はい、もう一曲他、ちょっと曲調違うやつ、アップテンポ。はい、どうぞ。チャイムが鳴ったら急いで集合、宿題なんかをしている暇ない。そのまま続けてください。サビなんだっけ、笑顔と歌声で世界を照らし出せ。
行くぜ、レッツゴー、桃色のハートを狙い撃ちです。はい、じゃあ11個目いきましょう。はい、11個目、はい、12個目、はい、じゃあおでこ上げてみましょう。はい、13個目、おでこ上げたままモノマネ。はい、モノマネ、はい、何がいいかな。しちゃった。何ですかそれ。脇が脇うるさい。じゃあ脇ビームでお願いします。脇ビーム、はい、脇ビーム、はい、ちょっと一瞬で。はい、じゃあ14個目はい、あげますか。あ、あげなくてもいいですよ、もう。はい、じゃあお口と、目を大きく開けてモデルさんみたいな感じでお願いします。はい、15個目、ほっぺ膨らましましょう。はい、16個目、両手で顔潰してみましょう。はい、じゃあ伸ばしてみましょう、顔を伸ばす。はい、はい、残り3つ、ウィンク。はい、ラスト2つ。変顔、変顔、あ、変顔。はい、ラスト1個、得意なポーズ。得意なポーズ、はい、いつも。はい、はい、じゃあ最後なんか香川弁で告白してください。カメラに向かって、はい、3、2、1。じゃあ振り向きざまでいきましょう。はい、じゃあトントンって叩かれたら振り向いて先輩なんとかかんとかで終わりましょう。はい、じゃあ行きますよ。はい、行きます。3、2、1。はい、突き上げ。はい、どうもありがとうございました。